はい、今日はとても素敵なところにやってまいりました。どこかと言いますと、ちょっと前に放送でご案内させていただきましたスピリチュアル大学校の吉岡さんがオーナーのオアシスハウスです。オーナーの吉岡さんです。おはようございます。おはようございます。今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こちら本当に素敵ですね。ありがとうございます。いや、吉岡さんが素敵っておっしゃってるんだから素敵だろうと思ってたんです、ね、インターネットに上がっていた映像もなかなかかっこいいなと思っていたんですが、実際に今日足を運ばせていただいて中に入らせていただいて本当に素敵です。ありがとうございます。嬉しいです。静かですね、おっしゃってた通り、はい、本当に静寂なんですよ。いや、私ですね、今日みたいに収録という形でカメラを持って取材に伺わせていただくことあるんですけども、静かだと思っていたところで音がやっぱり入ってきちゃうんですよ、はい、中にはピーポーピーポーとかパフパフとか、はいはい、ちょっとその音勘弁っていう音が入ってきてしまってでももう撮り直し聞かないな、このまま放送かなんて思うことはあったんですけど、今日先ほどからいろいろお話しさせていただいてても本当に静寂という言葉がぴったりな感じですね。はい、本当にそういう空間ですね、ここは。ですよね、はい、そしてこのふんだんに使われた木、これムクの木だったりするんですよね、床多分一番いいもの使ってるんじゃないですかね。ねえ、今時床材ムクの木ってそうそうないですし、そこらにこう使われてる柱とかもかなりしっかりした角材なので、はい、驚きました。僕も来た時まあちょうど空いてて、はい、相当東京都内の10カ所ぐらい見たんですけど、なんだここは、まあ外から見たら古いマンションなんですよ。だから全然感動せずに、まあどうせちょっと小切れに白く作ってるかなと思ったけど、入った時にびっくりして、ここは何なんだろうってことですよ。そうですよね、はい、ごく普通にこうリノベーションだとか改装してるっていう古いマンションが綺麗になりましたって、それはたくさんありますけど、そういう次元じゃないですね、こちらは、はい、徹底して前のもの持ち主だったんですけど、はい、その方がこだわり切って作った空間ですね。そうなんでしょうね、はい、なのでもう内装のそこかしこが丁寧に気持ちを込めて作られてる、デザインされてるっていう感じがしますので、はい、ここで何かイベントができたりとか、まあとゲストハウス的に使わせていただけるっていうのは超ラッキーな話ですね、はい、まあ、今まで半年間ぐらい、はい、僕の仲間とかお知り合いの方でちょっとやりたいわって方に来ていただいてやったんですけど、はい、なんとかここを維持してくださいねってみんな言って帰るんですよまた使いたいみたいで。いや、わかります。ごく普通に部屋を時間貸しでお借りするって言った場合、こんな空間ではありえませんし、はい、しかも泊まれるというのがすごいじゃないですか。僕も都内でずっとそのイベントの会場借りたり、はい、それに宿を借りたり、ね、ずっとこうやってたんですけど、本当に集中できないとこ多いですよ。そうですよね、はい、ですから私もこう放送するために場所をお借りしてゲストさんとお話をさせていただく、そのためにどこか今度借りようかっていつも悩むんですよ、うん、まあ、予算の問題もありますし、音の問題もあるし、で空いてなければ借りられないしっていうところで、いつもなんかこう流浪の民のように今回どこ借りようか、ね、決していいところ借りれてないんですね今まで。ここを借りできるんだったら本当にこんなに最高な場所ないなと正直今思っております。ありがとうございます。なので皆様がお使いになられた方がここをなくしてほしくないっておっしゃる気持ち、すごくよくわかります。でも実はでも維持されるオーナーさんとしてはすごく大変なんですよね、はい、すごい大変です。もともと僕は自分の出張のホテル代が高かったので、資料高いじゃないですか。高いです。で辛すぎて、もうこの金額を払うんだったらどこ借りた方が安いと思って、自分の居場所で借りようと思ったんですよ、はい、最初は、だけど結局4日間しか月泊まらないところで、ずっと空きっぱなしにして、それももったいないなと思って、はい、だからちょっとみんなが使える空間と思ったんですけど、すごく高いか、はい、すごく安いかで、なかなかこれいいところがなかったんで、ここは値段は後からだったけど、9
空間を見て値段を見てから予算の予算の 1.5 倍だったんですよ。嘘でしょって、これはちょっと無理と思ったけど、はい、まあ、みんなちょっと仲間つけてきたんだけど、予算は絶対に超えていて無理なんだけど、他を全部回ってもやっぱりここに残るんですよ。みんながどうしてもここがいいって言い張るんで、それは僕に無理しろってことだなっていうでもその無理は、 その無理は2年契約頑張るかもしれないけど、次の契約いけることがわからないと、はい、だからなんとか維持させるための方法がないかとこの半年考えた時に、先月素晴らしい発想が出てきて、はい、ついに全く新しい形でここを運営することが決まったんです。すごい、はい、教えていただけますか。はい、あのオーナーズ制度にしまして、はいはい、ちょっと細かいところ言ってきますけど、すごい簡単なんですけど、イメージはあの会員 あのリゾートマンションの会員ホテルは、ね、ありますね、はい、権利を買う、はい、あの感じと同じなんです。だから最初に権利金で、3つのコースでシルバー会員、はい、ゴールド会員、プラチナ会員って3つ会員制を作ったんです、はい、で、まあ、一番最低のシルバー会員だと月5000円ぐらいの換算で年間約6万円で、これを、払っていただくと、もうあとは宿泊もできますから、で一番安い方だと、まあ、1泊5000円でこの新宿のお泊まり20畳10畳のこの部屋をどうぞお好きにお泊まりくださいと。でご本人でなくても、ご家族でも、お知り合いでも、権利を持っていますので、はい、招待券を渡して、あなた泊まっていいわよってこともやっていいんですよ。という、全部そのオーナーが 窓口になりますから。なるほど。でも、そう考えるとですよ、仮にお一人の方に泊まっていただくという場合に、はい、私が仮にシルバー会員だったとしましょう。はい、月あたり、先ほど5000円とおっしゃいましたよね。はい、で、一泊が5000円じゃないですか。はい、要するに、月あたりというかその時に換算すると1万円で1泊泊まれてしまうってことですよね。で中にあの、厨房フル装備で風呂も普通の 1.5、はい、2倍ぐらいかな、はい、もう全てがあるので、まあ、お友達呼んでミニパーティーやってもいいし、セッションしてもいいし、まあ、その宿泊の間はどうぞご自由にっていう感じですね。はあ、それって今時ちょっとこじゃれたビジネスホテル1万円くらい取られちゃうじゃないですか、はいはい、でもいくらこじゃれてるからっ ってここまで素敵じゃないですし、自由度全然違いますよ、はい、僕あの一回体験で新宿のスイートルームっていくらなんだろうと思って、はい、一番最低 あのパークハイアットの一番下が1泊5万だったんです。はい、で一回体験で泊まってみた時にすごいいい空間です、はい、でも5万円は無理だと思ったので、だからその時仲間とのこう会議をするためにね、ちょっと静かな空間で話して帰ったんですけど、いやこれ毎回は無理だし、でもみんなもそのいやどうやってこれを行こうかと思った時に、あの空間のイメージでいつもみんなが使えるようになったら、はい、それはあのちょっとずつのお金出し合ってでもできるだろうなと思ったので、だから誰かが一人で出す方もいるし、はい、お二人でもいいけど権利を取ってもらえる。あ、じゃあ例えば私とお友達2人、はい、合計3人でシルバー会になります、2万円2万円2万円の投資でいいわけですか。もうありです。まあ、お申し込みは1人の名前になりますけど、はい、だから一番上 あの、まあ、次にゴールド年間12万円、はい、でそれだと1泊が、3500円になります。下がりますね、安い、はい、プラチナ会員の最高、はい、年間24万、月2万換算ですけど、はい、これだと1泊1500円なんですよ。あの今時スーパー銭湯のちょっと上等なところに行っただけでも1500円取られちゃいます。だから何名泊まってもむちゃくちゃ安くなるので、権利だけ持ってる方がいれば。すごいですね、はい、でこの方がみんなでここを支えたいっていう方の思いの集合体だから、そうするとまた2年後の契約ができるかと。だから1年ずつだけど、この思いでみんなで支えていきましょうと。いや、それは素晴らしい発想ですね。やっと半年頑張ってたどり着きました、ね、いやだってここなくなったらやって、まだ今日来たばっかりの私が思っちゃいますもん。だからあの僕もこう4日間の間で、まあ、ここリビングみんなとコミュニケーションともいいんですよ、はい、で隣の部屋が10畳で、まあデスク和室のデスク置いてあるけど、はい、そこでパソコンで仕事をしたり電話をかけたり、ものすごい集中できるんですよ。昼間も静かなんで。いや、多分ここの空間だと空間が味方してくれる感じがありますよね、はいはい、
でそこにあのベッド一台ベッドで布団を敷いたんだけど、はい、仕事集中で疲れたらはーって休んで、はい、よしでまた向かい合うって感じで、全くその外との音とか接点がないので、すごいほらスイートと同じ空間の感じなんですよ。言うといや極論で言うとですね、ホテルの中の一室ってやっぱり素敵ですよ、本当にいいホテルだと。だけどやっぱりホテルなんですよ、はいはいはい、ここ違うじゃないですか、はい、だから本当に一泊なり二泊なり自分がここを借りて権利を持ってる、その日は自分の空間ですよ。一番僕は生活思ったけど、あのやっぱ外にホテルに食べに行くとか何かその大変なんだけど、はい、自分の好きなものをちょっと買ってきて自分で好きな料理をちょっとして、はい、好きなものをアルコール飲んで、で寝たい時に寝て風呂入ってって、それお友達でも一緒にできるし自分一人でできるんで、はい、全部自分の家と同じ空間で過ごせる、帰るまで。すごいですよね、はい、本当に大きな冷蔵庫があり、はい、素敵な大きなお風呂があり洗濯機があり、本当に住宅ですよね。お米とか醤油丼とかも全部お好きにお使いくださいと置いてありますから。あ、そうなんですか、はい、もう全部あるものはお好きに使ってください、何もいらない、身一つで大丈夫です。わかりました。いや、もっともっとお話伺いたいんですが、あっという間にお時間が来てしまいましたので、ぜひまた私ここなんとか権利を取って伺いたいなと思いました。ありがとうございます。本日ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。